どうもビバです。うちのおこたくん潜ってるなと思ったのでケージの中をチェックしてみるとありました。これがセイブシシュバナヘビのうんち。自分でも臭かったんですかね。うちではこのスプーンですくって処理をしています。うんちのたびに床材が減っていきます。サクッちょっと予想外の塊になってましたね。これを30ぐらいにしたティッシュの上にバサーッと、これで処理は完了。ビニールに包んでゴミ箱へポイですね。うんこマンうんこマン出てこい。自分のうんち臭くて潜ってたんじゃないのかな。相変わらずの戦闘民族っぷりですね。こっちはうんち片付けてあげたんですけどね。ツンデレ。うちのシシバナヘビも水を飲むシーン。取りたかったんですけど、そううまく取れるもんじゃない。あ、そういえば100均でこの今模造品じゃない、なんていうの、造花これ買ってきたんでぶっ刺してみました。ちょっとやっぱわざとらしい感がたまんないですね。たまんないっていうかわざとらしいですね。右側のもっさりしたのはちょっといらないかな。左側のシンプルなのだけで良さそう。ね、ちょっと色も合わないしね。じゃあ、バイバイ横田くん。